我輩は猫である。病院に行ってください。夏塾です。はい。というわけで始めていきましょう。ということで、夏目漱石が残した、なんとも皆さんも伝説級で知っているであろうということで、作品、文学作品がこちらです。我が輩は猫である。ね。病院に行ってください。いつか病院に行ってください。もうこんなこと言い出したのもちょっと危ない病気なんで、精神病かなっていうふうな形になるんで、まあちょっと精神病院の方に行ってほしいなと思うんですが、まあリアルにこの夏目漱石も精神病だったという話が実はありますという形になります。で、これもはっきり言いますが、こう夏目漱石のこの我が輩は猫であるとか、まず大嫌いなんですよ。私本当大嫌いで、歌とか小説とか本とか、あんまり好きじゃないんですよ。特に。で、まず、我が輩は猫であるって言って書いてるじゃないですか。もうこれ詐欺だと思うんですね。極端な。人間やったらお前文章書けてるんやろってやつです。ね。人間だから本書けてるわけです。で、タイトルに書いてるんですよ。我が輩は猫である。これ皆さんどうですか？スーパーでですよ。ね。こちら、納豆って書いてですよ。中身開けたら豆腐やったら絶対怒るはずですよ。ね。でも我が輩は猫である。詐欺ですよ、これ。普通の社会ってね。で、ここでもう一回問題出してるんです。文化っていうのは非日常だから流行るんです。なぜメイド喫茶が流行ったかってやつ。家の中にメイドいないでしょ。メイド服着たメイド。そこら辺にいますか、例えば。メイド服着てメイドやってますいう人見たことあります？他に。ないでしょ。だから非日常だから大事なんです。タイトル普通やったら売れないんですよ。我が輩は人間であるとか言ったら。そらそやろって。ね。アンパンマンが普通の顔面してて普通にやってて普通にアンパン配ってたらただの人やねんって話なの。ただのええ人やねんって話なの。それじゃ売れないわけです。アンパンの顔してるから売れるわけです。いや、それだけじゃないですよ。柳瀬さんがなんかもっと作品としては素晴らしい作品ではあるってのはわかるんですけれども、要はこういったことです。非日常的な話なんです。いつか日常的にある話なんかしても面白くないんですよ。桃から生まれた桃太郎だからお話大ヒットするんです。ね。普通に生まれた桃太郎やったら普通に生まれた普通の太郎やったら、物語成立しないんですよ。普通に生まれた普通太郎は普通に小学校行って、普通に中学に行って、普通に高校に行って、普通に大学に行って、普通に就職して定年退職を迎えました終わりやったら、物語にならんわけですよ。だから、ポイントになってくることをもう一回言いましょう。はい、夏目漱石のポイントという形になります。はい、我が輩は猫であるということになります。もしね、中学の周りでね、我が輩は悪魔であるとかね、なんかわけのわからんこと言ったら、それはデーモン小暮か中二病のどちらかです。よろしいですね。はい、という形になりますんで、よろしいでしょうか。はい、皆さん覚えておいてください。夏目漱石の我が輩は猫であるということです。にゃーということですね。はい。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。